18で大人なんていきなりすぎて無理だろう。何言ってんだよ。大人になるってことは世界が広がるってことだ。責任ってやつは増えるかもしんねえけどよ、自分の意思で動けるようになんだ。自分の足で自分の未来を作っていける。そんな世界が待ってんのに大人になんの？ひよってるやついる？いねえよな。大丈夫だよ、お前たちなら。新成人たちよ、未来を作れ。いいですか、大人である僕たちが成年年齢引き下げの意義をしっかり理解することが大切なんですよ。ナオトは俺に成年年齢引き下げについてありとあらゆる知識を叩き込もうとしている。18歳以上を大人とすることとしたのは、若者の自己決定権を尊重し積極的に社会参加をしてもらいたいという意図があるからなんです。そうすることで彼らの未来の可能性を広げてほしい、そんな願いとエールが込められているんです。聞いていますか、竹道くん。今の竹道くんはもう大人なんですから、お手本になるようにしっかりしてください。まったく。はいはい。新成人たちよ、未来を作れ。18で大人になるってクレジットカードが作れたりローンとか組めるようになっちゃうの？早くでかい買い物してみて。もうそうだけど、一度結んだ契約は簡単には取り消せないんだよ。お金の管理も自分の責任でやらなきゃいけないってことだからね。しっかりしてるな。18か。どこに住むかや何になるのかも自分で決められんだよな。俺はヒナとずっと一緒にいたい。そのためには金貯めて形に残るプレゼントをあげたい。そしてヒナにプロポーズ。自分の意思で部屋を借りる契約もできるから、卒業したら一人暮らししてもっと竹道くんといられたらいいな。ヒナもそう思ってくれてたんだ。俺頑張るから。新成人たちよ、未来を作れ。18になったら俺らは大人になる。でも18になってもまだ俺らが手出したらいけねえもんがあんだ。酒、タバコ、公営ギャンブル、手出そうと思ってるやついる？いねえよな。そんなこと思うやつは俺が容赦しねえ。やんなら二十歳過ぎてからだ。俺はダチが酒やタバコにはまっちまって体壊したり、ギャンブルから抜け出せなくなるのなんか見たくねえんだ。だからみんな頼む。新成人たちよ、未来を作れ。いつからこんなになっちまったんだろう。儲かるって言われて会員になって、金のために友達誘って利用して、借金しか残ってねえんだ。ハック、それってマルチ商法じゃねえか。やめちまえよ。みんなを助けてくれ、泣き虫のヒーロー。過去に戻ってみんなを助けたい。あっくん、夢ってあるか？美容師とか絶対なれる。だからうまい話とか儲け話とか、そんなのに絶対惑わされんな。188って電話相談窓口もあるらしいぜ。竹道、やっと切らせてもらえるようになったからカットモデルやってほしくて。よかった、あっくんマルチにはまらなかったんだ。なんだよ、また泣いてんのかよ。2022年4月、成年年齢は18歳に引き下げられるんだって。18になれば自分の意思で自由に生きられる。大人になったら誰にも心配かけずに何でもできるようになるんだな。ここで政府からのお知らせです。成年年齢を迎えたからといって人はいきなり成長するわけではありません。今後は18歳になると親の同意なく契約を結べるようになりますが、一度結んだ契約は簡単には取り消すことができなくなります。社会経験が少ない新成人は悪質商法のターゲットになる恐れがあるのです。何ができるようになり、何に気をつけなければいけないのか、大人の先輩として
様々なことを彼らに伝えてあげてください。